アイカツ。アイカツオンパレード。アイカツオンパレード。は、日本のトレーディングカードアーケードゲーム、および、それを元にしたアニメ作品。略称は、オンパレ。バンダイナムコピクチャーズとバンダイによる、クロスメディア作品、アイカツ。通算第四の、タイトルシリーズとなる本作は、歴代アイカツ。シリーズのキャラクターが共演する内容となっている。キャッチコピーは、サーアイコー 光る未来へ。本作及び前作、アイカツフレンズのキャラクターは、ベストフレンズのメンバーが声優と歌唱を兼任、アイカツ、及びアイカツスターズのキャラクターは、声優と歌唱担当が別々に配役される。アイカツスターズまでの歌唱担当については、本作より個人名のみの表記となり、ユニット名のスターアニスやアイカツスターズは表記されない。 2020年3月26日、アイカツ。セカンドシーズンより登場した、ドリームアカデミーを舞台とする、ドリームストーリーが稼働。アニメシリーズは2020年3月28日より、YouTube のアイカツ。公式チャンネル、iTube 及びテレビ、東京動画配信サービス、アニ、テレにて、ウェブアニメとして配信される。ネット上での独占配信は、シリーズを通して、初となる。 歌唱パートでは新たに電波組、インクの綾根が歌唱担当に就任。前作、アイカツフレンズの世界観をもとに、アイカツやアイカツスターズに登場するキャラクターがシリーズの垣根を越えて共演する。テレビアニメ版はニクール全25話で構成。ドリームストーリーは音上ノエルをはじめとするドリームアカデミーを軸にした。 サイドストーリーとして制作され、全後編形式で、全録は3エピソード構成となっている。いつか自分でデザインした、プレミアムレアドレスで、ステージに立つことを夢見る姫石らき。後頭部の雪姉やミナと美代と出会い、スターハーモニー学園で、アイドル活動イコールワイカツ、を始めたある日、ラキのアイカツパスが突然発行。扉を開けるラキを待ち受けるのは、 見たことのない学園とたくさんのアイドルたちとの出会い。様々な世界を行き来する中で、次第に一つになっていく、アイカツの世界。姉、サーヤの行方を追いながら、抱キのチいアイカツ、が幕を開ける。5大学園のナンバーワンを決める、ドリームスクールグランプリが開幕。音上ノエルは、ドリームアカデミー代表の一人として、今日もアイカツに励んでいく。 2019年10月3日から2020年12月9日まで稼働。仕様や外観は一部前作、アイカツフレンズから続投している。2020年3月26日稼働のドリームストーリーより仕様が一部変更。同年年12月10日以降もアイカツオフィシャルショップを展開する店舗では引き続き稼働を継続する。 2020年12月10日に開始したアイカツプラネットから稼働システムが3代目データカードダスに移行するためアイカツスターズから続いた2代目データカードダスは本作が最後の稼働作品でもある。モード選択などの操作はほぼタッチパネルでカードスキャンは前作に続き二次元コードをスキャナー部分にかざして行う。100円を投入し遊ぶモードを選択する。 アイカツパス、またはアイカツスターズのプレミアム学生賞を持っているときはスキャンする。未処置の場合はゲストユーザーでプレイするか100円を追加投入し、アイカツパス作成のいずれかを選択する。アイカツパスはマイキャラの作成後に払い出される。なお、アイカツパスは使用回数に制限はない。モード、ステージ、プレイするアイドルを選択後。 ゲームで使うカードをスキャンする。これまでの相勝。カードも使用可能。ユニットオーディションの時は、使用アイドルのカードスキャンの後、一緒にプレイするアイドルを選択し、使うカードをスキャンする。マイページでお気に入りに追加されているフレンドがいる。場合は、そのフレンドが常時メンバー候補に登場する。アイドルカードがある時は、ここでスキャンする。オーディションはこれまでと同じリズムゲーム形式。 リズムマークがサークル枠にあったとき、3つの色に対応したボタンを U。横に伸びているものは対応したボタンの長押しになる。リズムゲーム途中トップス、ボトムス、シューズに対応したアピールチャンスが発生。メンバー全員がフレンズドレスのときはフレンズアピールになる。3回目のアピール後のルーレット確定時点でメーターがマックスであればフィーバーアピールが挿入される。 オーディション終了後、ゲーム中獲得したアピールポイントを元に合格か不合格かを判定。合格ライン以上のアピールポイントを獲得、または対戦プレイで1位で終了していれば合格。合格条件に満たなかった場合は不合格となる。相活パス使用時は合格判定後にステータス画面が表示され、プレイ結果に応じた経験値やファンを獲得できる。 オーディションゲームの後はエンブレムを引いて飛ばすミニゲームに移行する。飛ばしたエンブレムが当たるタイミングで色が変化することがあり、銀色はレア、金色はプレミアムレア、虹色はレジェンドプレミアムレア、エメラルド色はキャンペーンレアが出現する。また、エンブレムが青の場合でも運が良いとドレス以上に昇格する場合がある。獲得したドレスはカードメイクなどで、 カード化する。終了時にアンコールが発生すると、レアドレス以上が確定する。アンコール中は、タッチパネルの応援をタップすることで画面を盛り上げることができる。なお、リズムゲームはできない。アンコールには追加で100円が必要。プレイモードゲーム後のカード化でも画面、アイカツパスを使用すると発生する。ルーレットが一番上のダイヤモンドで止まると、 書きキャンペーンへの応募券が一口加算される。応募にはインターネット上のマイページからキャンペーンサイトにアクセスし応募券があるアイカツパスを登録する必要がある。ルーレットは1プレイ中にカードを購入した回数分チャレンジ可能。テレビアニメ版は2019年10月5日から2020年3月28日までテレビ東京系列にて放送された。 エンディング後にはミニコーナー帰ってきたアイカツ格言が挿入される。2020年3月28日の最終回をもって2012年10月8日の開始以来7年半続いたテレビシリーズの放送は一旦休止となったが2021年1月からアニメと実写で構成されるアイカツプラネットが放送開始予定であることが決定した。 ウェブアニメ版は先日の通り、iTube、アニテレ及びバンダイチャンネルにて2020年3月28日から配信されている。1話あたりの冊子はテレビシリーズの半分程度であり、2話で一つのエピソードを構成する。過去のシリーズ同様、通常シーンは 2D へ、ライブパートは 3DCG での描写となっている。テレビアニメ版のみ存在する。ラジカツオンパレード。 が2019年10月9日より、アニテレ及び、iTube にて配信された。パーソナリティはホウキタリン、松永かね、二宮ゆい二宮ゆい。毎週水曜18時更新、2020年4月以降は、各週更新、同年7月最終週の更新をもって終了。プチカツ。が2019年12月7日から2020年3月28日まで。 ゲーム公式サイトのマイページ内にて配信された。第2弾7話、第3弾9話の全16話配信。毎回アニメ放送後に更新。アニメに登場したアイドル2人から4人による最新話に合わせた内容のミニトークコーナー。アイカツオンパレード。ドリームストーリーに関するカテゴリー。ありがとうございます。